さあ、というわけで2月も間もなく終了ということで、うちの国際野球チームはもう1月からやってたんで8試合ぐらいかな、消化してるんですけど、去年自分水野とアディダス、まあ、あと Z とボルタバッティンググローブ使ったんですけど、今回ですね、とあるメーカーが日本に上陸ではなく再上陸ということで、とあるバッティンググローブをご紹介したいと思います。それがこちらのイーストンのバッティング手袋ですね。まあ、大人の事情でその大元の方でいろいろありまして、ちょっと最近姿なかったらしいんですけど、で今回2シリーズ出てまして、まあよくどこのメーカーでもあるんですけど、高価格な方と低価格な方のシリーズになってます。で今回じゃ見ていきたいのがゴートスキンと言われるヤギの皮を使用してます。まあ、イーストンって見ての通りこれ後ろ英語なんですよ。こっちですね、はい、後ろ英語なので日本のメーカー、いつも自分はM サイズを使ってるんですけど、これと比較してどうかというのを見ていきます。じゃあまず高価格の方からいきますか。ゴートスキン1枚側って方ですね。こっちはゴートスキンと合成比較が使われてるってやつなんですけど、まあ俗に言うこの革手系を見ていきます。初開封なんで開けるとこんな感じですね。っていうかあれっすね、覚えてますか。あ、もっと覚えてますよ。あの福袋ですよね。そうです。福袋の時にイーストン出たじゃないですか、はい、あれのイメージだったんですけど違いますね。あ、違う、はい、薄いですね。あの時結構ボテッとしてたんですけど、おお、あ、なんかおしゃれです、ね、海外っぽいですね。なるほど。あの自分が思ってたその海外の、まあ、フランクリンとか自分使ったことあるんですけど、それに比べたらちょっと薄いですね。で、すごい滑らかな感じです。なんかもうちょっとこう海外なんでゴワゴワというかしてるかなと思ったんですけど、オイリーな感じですね。オイリー、はい。で持った感じは海外の感じはちょっと皆さん一回忘れた方がいいかもしれないですね。あのそんな熱くないですね。海外って結構しっかり硬いんですけど、意外と持ってみたら、うん、なんか日本っぽい気もします。ちなみに福袋出たやつは結構厚かったんですよね。あれ安いシリーズですか。いや、あれ多分高いシリーズだ。高いシリーズって、まあ、あの福袋の動画ね結構昔なんですけど、あの時の感覚残ってるんで、それに比べたらだいぶ、薄くてもっちりしてる感じですね。でその感じのサイズは自分がいつも水野 Z アディダス25とか M サイズなんですけど、ワンサイズとは言わないんですけど、ちょっとやっぱり緩いかもしれないです。今日の練習こっち使ってたんですけど、今これイーストンのはめた時に、まあ、ちょっとなんですけどやっぱり超フィットではないので、これは、買う時に皆さん1個頭に入れて買ってもらえたらなと思います。でこれすごいのが、まあ、大体大手メーカーだとこの1個の手袋に対してカラーリングが6種類とかで、秋冬でまた6種類出るんですけど、高価格の方は11種類あって、すげえ、はい、低価格の方が8種類ある。めっちゃあるやん、はい、ラインナップは出しておきます。で今この革見てもらって低価格の方、はい、こっちが、まあ、低価格の方なんですけど、これは親指のところが合成比較で、なってるそうです。あと多分ちょっと背面がコスト的にあると思いますね。なんでちょっと低価格のグレードなんですけど、これがワンサイズ落とした S の、まあ、低価格の方なんですけど、サイズ感はどうですか。んやっぱりここに来るとこういう感じですね。あ、こういう感じですね。なんで自分が使うならこっちなんですよね。まあ使っていけばフィットしてくると思うんで、はい、あそこは海外でしょ、はい、あでもやっぱり持った感じはボテッとしてないですね。結構日本っぽいというかあるかもしれないですね。ゴートスキンは以前使ったことあるんですけど、やっぱりこのもうちょっとしっとりしてるんで、そこが特徴かなと思います。
今使った感じなんですけど、この見てもらうとちょっとこの繊維が細かくこうシワがついてるの分かりますかね。これが包み込むような感覚を作ってくれてるかなと思います。まあ、フランクリンとか結構厚めでしっかりこう握る感じがあるんですけど、そこまではいかない。細かいシワが寄ってくるんで、それがバッと持った時にすごいごわつかない、そんな感じを受けました。ちなみに岸君いつもアディダスのサイズは？これは M です。あ、 M で、今イーソンのこれが S なんですよ。まあ、体感同じぐらいに感じますね。あ、ワンサイズダウンぐらいで、はいはい、え、じゃあ M はめてみてください、まあ、海外 M なんで一応でかいです、ね、でかいっすよね、はい、なるほど。じゃあ普通に1個下げてっていう感じですかね、はい、ちなみにゴートスキンっていうヤギ側なんですけど使ったことありますか？いや、ないですないですか、はい、ちょっとじゃあ軽く打ってもらっていいですか、はい、違いを。今スプレーをつけずに使いましたね。はい、なるほど。いつも試合の時はつけない派。あ、つけない、つけない派。なるほど。じゃあどうですか、この持ってみた感じは。もう滑るとかがなくて、もうしっかりグリップにフィットしてくれてるなっていう感じがありますね。スプレーつけなくても、はい、草野球を始めてからあんましつけない派ですか？一回もつけてない。あ、一回もつけてない。なるほど。それはなんかこだわりはあります？自分は手をその力入れないでテイクバック取ったりするので。あ、じゃああんまもう単純に好みじゃないって感じで、はい、なるほど。ちょっとこのゴートスキンはオイリーなんですよ。ちょっとしっとりしてるんですよ、元々、はいはい、しっかり馴染んでくれるなっていうのありますね。お、なるほどですね。わかりました。じゃあいつも M サイズ、日本サイズの場合は岸次君も S でいくと。はい、わかりました、 OK です。ガチに鬼つかみ方が売りたい、難しい、ただ左右で帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No hold no hold no my life No hold no hold no my life No my life No my life プーおっしゃ。そして今月のプレゼント企画は GS のカラーオーダーの竹バットを1名様にプレゼントします。好きな本体カラー、好きなグリップカラー、そして好きなロゴカラーを選んでいただき、1名様にオーダーバットを制作いたします。チャンネル登録とコメントで応募可能です。たくさんのご応募お待ちしております。